我々ですね、市民講座というのをやってまして、一昨年ぐらいからですね、新しい形の市民講座というのをさせておりまして、学校だやっております。ただ今回ですね、これだけ多くの方が来ていただきまして、非常に主催者の側としても非常にびっくりしております。逆に緊張しております。ぜひですね、いろいろと活発な討論ができたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。ちょっとあまり時間がありませんので、余計な挨拶は差し控えまして、早速進行の方に入りたいと思います。最初はですね、我々の同僚であります枝広先生の方から、世界の食と農と食の現状についてお話をいただき、その後横浜市環境創造局の丸山様の方から横浜の農業の現状というのをお話ししていただきます。その後ですね、佐久間時代の方に移りまして、農家の方から直接お話を聞くというふうな流れになっております。とにかく連日暑い日が続いておりますので、水分補給とその辺はぜひお気をつけて、今日一日無事に終わりますよう祈っております。それでは今日はどうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。東京都市大学環境学部環境マネジメント学科の枝広と申します。市民講座ということで、私たちの大学はこの同じ都筑区にあって、駅で言うと中川から歩いて5、6分のところですが、せっかく大学が横浜にあるので、市民の皆さんにできるだけ大学で勉強していること、研究していること、私たちのさまざまなネットワーク、お役に立てていただければと思って、こういった市民講座を、企画して、実際にやることができて嬉しく思っています。今日はこの後、実際一番今日の目玉の横浜の都市農業について、横浜市の丸山さんからお話をいただきますが、その前に前座というか一つの文脈として、今世界の農業、日本の農業どういう状況なのか、私の方からざっくりお話をしようと思います。私の話とそれから丸山さんの話が終わった後で質疑応答の時間もありますので、メモを取りながらですね、これを聞きたいということがありましたらメモを取っていただければと思います。農家の方が待ってくださっているので、2時半にはここを見ようと思っています。そんなスケジュール感で進めていこうと思っています。で、言うまでもないんですが、私たちの命の基本というのは食べることですよね。その食べるということを考えると、私たちがどういう食べ物を選ぶのか、どうやって食べていくのか、実は食べる力というのは非常に大事です。今、食育とかね、食べることを通じての教育、いろいろなところで展開されています。こちらはこちらで、そらく2、3時間話す内容がいっぱいあるんですが、今日はそれではなくて、作る力、そしてそれをつなぐ力を少しお話しできればと思っています。私のパワーポイントは皆さんに資料でお配りしていません。紙芝居のようにですね、イメージを見ていただければと思っています。枚数とても多いので、メモを取るというよりも、どんな今、世界の状況なのか、全体像を見ていただければと思います。まず農業というのは、地球で一番大きな産業です。日本でいうと電気農業ってちっちゃな産業という感じがするかもしれません。しかし世界的には非常に大きな産業になっています。で、いろいろなものをあちこちで作っていますが、8大商品といわれるもので、世界中の人たちのカロリーの8割を占める。かなりですね、集中した形で農業が行われています。私たちのお米とかね、こういう主食がこの中にはもちろん入っているわけです。地球上の人が住むことができる土地の半分は農地として使われています。そして水ですね。世界中の淡水の7割は食料を作るために使われています。水の問題というのはこれから環境問題としても非常に大きな問題になってきます。この水が不足するということになると、この7割を使っている農業に対してどういう影響が出てくるか、これも非常にですね、心配なところです。で、これまではですね、ご存知のように世界の人口どんどん増えてきたんですが、それに合わせて増産することができています。このグラフを見ていただくと、黄色い点線がですね、私たちの食べる量、消費量ですね、
人口が増えますから、そして食生活豊かになっていますから、消費量増えています。まあ、それに対してオレンジ色生産はですね、なんとかついてくることができている。まあ、こういうのが今までの状況です。じゃあこれからどうなっていくのかという見通しを少し需要側と供給側に分けてお話をしていこうと思います。まず需要側、私たちが食べる方ですよね。まずたくさんの人がいるとそれだけたくさん食べることになります。単純な話ですね。で、世界の人口のこのグラフを見ていただくと、まあ、ここからここまでですね、こう10億人ずつ増えるのにどれぐらい時間かかったかっていうのを見ていただくと、昔はね、10億人増えるのにかなり時間かかっていたんですが、まあ、非常に早く10億人ずつ増えちゃうような時代になって、まあ、今まだ、このままいくと世界の人口が93億とか、いや96億だとか、まあ、そういう話になっています。で、単に人口が増えるだけではなくて、食生活が豊かになっています。やはり、まあ、日本でもそうですけれど、ある程度生活水準が上がってくると、単にお米とかお芋ではなくてお肉を食べるようになりますよね。今まさに中国、それから途上国の多くでもそういった形になっていて、一人当たりのお肉の消費量というのが2倍になっています。で、お肉を作るためには実はお米が必要、お米とか小麦とかですね、穀物が必要なんですよね。で、そういった意味でたくさんの穀物が使われているのに、プラスしてここ数年出てきたのが、私たちは食料を車と争うようになっているということです。アメリカのトウモロコシなどがですね、これまでは人間が食べるか動物の、まあ、家畜の餌に使われていたんですが、今そのうちの大きな部分が自動車用の燃料として使われています。まあ、ガソリン使うのは資源の枯渇もあるし、環境問題にもなるし、じゃあエタノールというね、この穀物から作る、食料から作る、まあ、そういったものをですね、たくさん使うようになっています。ですから穀物をめぐって人間と車が争うという、そういう時代になっています。しかしですね、このバイオ燃料、あんまり効率よくないんですね。ある研究者の計算によると、 USB 大型のスポーツビークルですね、これを1回満タンにするためには1人が1年分食べる、それぐらいの穀物を使ってしまうそうです。アメリカは非常に多くのトウモロコシを生産していますが、それを全部使ったとしても、もし自動車用の燃料にしてもですね、アメリカのガソリン需要の 18% しか満たせない、まあ、こういう状況です。しかし今ヨーロッパでもアメリカでも穀物を自動車用の燃料にしよう、まあ、この勢いがですね、非常に強いものになっています。じゃあこのようにね、まず人口が増えています。一人当たりの消費量が増えています。それだけではなくて、車もたくさん使うようになっています。これが今までお話した需要側の3つの大きなポイントです。人口、1人当たり、そして自動車用燃料ですね。じゃあそれに対して供給側はついていけるのだろうかということをお話していきます。まあ、食料を供給するには土地が必要ですよね。で、その土地が使えない場所が今増えています。砂漠化が広がったり、それから塩害といってですね、潮が上がってきてしまって畑として使えなくなったり、まあ、このように劣化と言いますが、土壌が劣化して質が悪くなって穀物、まあ、他の食料が使えなくなっている、作れなくなっている、まあ、この赤くついているところはかなりひどいですね。それで黄色いところは、例えば生産量が落ちるぐらいかもしれない。しかしそこも使い続けるとゆくゆく赤くなっていってしまうですね。土地が使えなくなってきている。で、まあ、これも研究者の研究ですが、この60年間に中国とインドを合わせたぐらいの面積の土地がですね、農業に適さなくなってしまった。中国でも今ね、砂漠化がどんどん広がっています。各地でそういった状況なんですね。ということで人口は増えるし、しかし農業面積は増えないどころか、ある意味減っているということで、一人当たりの農地面積はどんどんと減っています。で、これはこれからも農地面積広がることはなかなかないので、しかし人口は90何億までいくと言われているので、一人当たりの農地はこれからもどんどん減っていってしまうだろうと予測されています。どうしたらいいか。それでも食料たくさん作らないといけない。そうだ、肥料をやればいい。肥料をやればですね、前よりも、肥料をやらなかった時よりも確かにね、収穫量増えるんです。
ということで、世界の肥料の消費量は非常に増えています。ところがですね、肥料が効かなくなってきているんですね。このグラフを見てください。一番左、1980年、肥料をやったこの灰色の方が、右側ですね、肥料をやった量、それによって収穫がどれぐらい増えたかというのが左側の黄色い方です。1980年を100対100として、比べたものですが、見ていただくとだんだん肥料が効かなくなってきていることが分かります。たくさん肥料をやってもそんなに収穫量増えてないんですね。これはですね、人間のことを考えると分かると思います。私たちがすごく貧しくてひもじくて1日1食しか食べられなかったとしたら、そこで1日2食になったらすごい元気になりますよね。3食もらったらもっと元気になりますよね。だけど4食5食6食ってもらってもどんどん同じように元気になれるかっていうと、いやもうお腹いっぱい食べられません。生理学的な限界がありますよね。植物も同じなんです。肥料が足りてない時はやればそれだけ収穫量増える。しかしある限度を超えるともうやってもやってもそんなに効かなくなっちゃうんですね。それ生理学的な限界に達しちゃうからです。多くの地域でそこにもう達しつつあるんじゃないか。つまり農地が減ってるから肥料薬その分増やそうと思っても思ったように収穫量が増えないという時代になりつつあります。ということで、まあ、これは小麦とか大豆とか米とか、まあ、それぞれのグラフですが、単位面積あたり、例えば1ヘクタールあたりの収穫量というのが減ってきてしまっている、あまり増えなくなってきているという現状があります。もう一つ大きなポイントはですね、今の農業というのは石油がないとやっていけないということです。温室のボイラーを炊くにも、トラクターを動かすにも、作ったものを運ぶトラックにしても、みんな石油ですよね。ある計算によると、1キロカロリーの栄養を生み出すのに10キロカロリーの石油を使っているそうです。この石油、これからも使い続けられるんでしょうか。これはですね、ピークオイルという研究をしている人たちがいっぱいいるんですが、石油の生産量はピークに達してこれから減っていく一方だと。だけど使いたい国いっぱいいますよね。で、しかし歴史的に振り返ると、私たちが今石油漬けでこの、いろいろなエネルギーにしても電気にしても石油に頼っているところ多いんですが、こういった化石燃料ほんの一瞬のことだろうと。歴史的に見るとですね、私たち生まれた時から石油がありますから、それが当然のように思っているけど、おそらく相当からの生涯石油なしの時代におそらく戻らざるを得ない。で、その前の間はですね、石油価格がどんどん上がっていきます。使いたい人は増えていくのになかなか取れないということになっていきますからね。取れたとしても深い海の中とか非常に条件の悪いところ、タールサンドとかですね、まあ、そういうものになっていってしまう。そうすると石油の価格が上がっていくということになると、食料の価格も上がっていく、もしくは石油が日本に入ってこなくなる、世界でも使えなくなるとなると、食料自体が多くの部分止まってしまう、生産がですね、そういったことが心配されてしまういます。そして忘れてはいけないのが温暖化です。温暖化についてはですね、ちょっと皆さんに、グラフではなくてシミュレーションを見ていただこうと思います。このシミュレーションは IPCC という温暖化の科学者が作ったものなんですね。1950年から2100年まで温度の変化を表しています。このまま手を打てずに、これまで通り CO2 が増えていくとどうなるかというシミュレーションを今見ていただいています。赤くなると3、4度、黄色くなると7、8度、白くなると10度から12度温度が上がる。2100年まで、その時の農業は、農地は、私たちの暮らしは、そういう思いで見ていただければと思います。私たちの
大学の東京都市大の環境学部の山本良一先生という、まあ、温暖化の専門の先生がいますが、よくこれをですね、灼熱地獄というふうに言います。まあ、本当にですね、残念ながら今の ところはですね、このシミュレーションに沿った形で CO2 が増えていってしまいます。増えている途中です。なので、まあ、こうなってしまうのではないかということがですね、残念ながら今心配されています。で、温暖化に関しては、多分私の名前をもし知ってくださっている方がいらっしゃるとすると、アルゴアさん、あのアメリカの元副大統領、あの不都合な真実という映画、それから本を出されて、世界中に温暖化の、ね、警告を鳴らされたんですが、まあ、これの翻訳をあのしたので、名前をもしかしたら知ってくださっているかもしれません。まあ、今日は温暖化の話がメインではありませんが、日本にもいろいろな影響が出てきてしまいます。温度が上がったもちろんですね、まあ、今日も暑いし、この夏やっぱり変な暑さですよね。だけどこれはもう変というよりも、あの毎年のことになっていってしまうということが心配されています。あと雨の降り方が変わる。これも農業にとっても大きな影響ですよね。気温が上がるだけじゃなくて雨が。まあ、私たち自身も熱中症をかなり気をつけないと、熱中症で亡くなる方がですね、最大13倍という研究者の予測も出ていますので、この後農家行くときも必ず水分補給をしながらみんなで行きたいと思っています。で、この温暖化が農業にどういう影響を与えるか、これも世界中の科学者が研究しています。まあ、あのお忍べて分かっているのは、気温が上がるとそれだけ収穫量が減るということです。今の農業は、今の場所が一番温度的にもいいところで行われているんですよね。そこで温度が1度、2度上がってくると、例えばですね、お米でいうと最適の温度より1度上がると収穫量は 17% 減ると言われています。まあ、そういう形で収穫量が減っていってしまう。例えば世界の穀倉地帯であるオーストラリア、ここもですね、世界の 20% ぐらい小麦を作ってくれているんですが、これも赤くなっているところですね、これから収穫量が減っていくという予測のところですね。ということで、まあ、需要側と供給側、今話をしました。需要側は人口が増えていくということと、所得の向上でお肉を食べるのが増える、そしてバイオ燃料に取られちゃう、ね、そういったことがあります。供給側は面積が増えていない、もしくは減っている、肥料が効かなくなって単位面積あたりの収穫量も増えていない、そして水資源、そして温暖化、まあ、こういったですね、さまざまな要因が今農業を取り囲んでいます。これ細かいんで見えないと思うんですが、あのグラフの線だけ見てください。これはですね、米とか大豆とかトウモロコシ、小麦、まあ、主要な穀物の価格です。世界での価格、まあ、非常に上下してますが、だんだん上がっていっている、まあ、こういう状況が見て取れると思います。日本ではあまり伝わってきませんが、そうすると食料をめぐる暴動がですね、今世界各地で起こっています。特に輸出をしてお金を稼い、外貨にしているところはですね、国民が怒るんですね。自分たちだって飢えているのに輸出するのか、まあ、それで抗議行動が世界中で起こっていて、そしてまあそれに政府がですね、押されるような形で農作物を輸出しない、もしくはその制限する、こういう国もたくさん出てきています。日本はご存知のようにカロリーベースで 40% ですよね、自給率。こういう国が増えていた時に、本当に日本はお金が積めたとしても買えるんだろうか、買い続けられるんだろうかという、そういった心配も出てきます。そしてもう一つ世界中で広がっているのがですね、貧しい国の土地を買って自国の農地を農地にしちゃうということです。例えばアメリカがフィリピンの土地を買ってアメリカ用の食料を作らせる。アメリカ、イギリス、スウェーデン、まあ、日本もやってるんですけど、あの中国なんかもすごいです。もうあちこちに行って、その貧しい国の例えばラオスとかですね、コンゴとかザンビアとか、そういうところの土地を買って、もしくは長期で借りて自国用の農作物を作らせる。これもですね、これから大きな、まあ、政情不安につながる可能性があります。その国の人たちが食料なくて飢えているのに、自分たちの土地で、自分たちの水で食料を作って、それが他の国に輸出されていると思ったらですね、なかなかこれはですね、国内的にも難しい状況になっていくと思います。ここで少し切り替えて日本の状況を話します。先ほども言った通りですが、まあ、自給率はね、皆さんご存知の低い、まあ、先進国の中で見ても極端に低い。ドゴールさんが大統領だった頃に、自国の食料を作れないような国は独立国ではないということを言っていました。
で、まあ、イギリス、フランスはじめですね、これまで食料自給率低いところも非常に高く今してるんですね。そうじゃないともう独立国としての命運がかかっている。しかし日本は相変わらず低いままであります。これも都道府県別に見ると北海道はもう200超えてるかな、最近の数字だと。まあここの神奈川 2%、 お隣の東京 1% ですね。ですから一番危ないのはこの辺りだということになってきます。だからこそ横浜の都市農業で大事さが分かっていただけると思います。皆さんにクイズです。私たち1億3000万の食べ物を作ってくれている農家の人は今大体どれぐらいいるでしょう。2500万か1000万か250万か。では挙げてみてくださいね。2500万人ぐらいいるんじゃないかなと。じゃあ1000万人ぐらいはいるんじゃないかな。はい、250万ぐらいかな。はい、そうなんですね。残念ながら250万人です。1億2000まあ1億2000万のうちの250万。そしてその人口は残念ながらどんどんと減り続けています。減っているだけではなくて年齢を見てください。全体のうちの4分の3は60以上です。ということでこういう方々が私たちの食べ物を支えてくれています。お米にしても野菜にしてもですね、4分の3は60以上の方々です。ということでどんどん農業者が減ってきて、で今 2% の人が 98% を支えている。そのうちの4分の3は60以上だというのが状況です。この間服部学園って料理学校のですね、服部学園の服部幸男先生と対談をする機会があったんですが、その時にこういう話をしていたんですね。で、まあ、今250万人日本の農業従事者がいるとして、服部先生が言っていたのは毎年6万人は就農するんですと。しかし毎年20万人が離農します。大体その年を取ってもこれ以上ね畑やっていけないと。で、20-6 は14ですよね。250万人いるけど、年間14万人ずつ少なくなっていくとしたら、あと何年持つんですかという話です。もちろん、この通りね、できませんよ。もちろん手を打っていきます。しかし、絶滅危惧種とも言えるような農家の方々の状況です。私たちはその人たちに頼って食べさせてもらっているということです。これを見ると愕然とします。これは農業従事者の年齢ですね。で、総人口に占める割合がこちらに書いてあります。39歳以下、今39歳以下の人たち、この中にもいらっしゃると思いますが、皆さんの世代になったとき、今は全体の人口の 2% が農業をやっていますが、39歳以下でいうと 0.3% です。0.3% の人たちが皆さんの職を支えていくことになるのか、本当にそれが可能なのか、そういう状況にあります。今言ったようなさまざまな供給側、需要側、そして温暖化、その他の問題、いろいろな解決策の一つとして都市農業というのが世界的に注目されています。少しその話をしていこうと思います。例えばですね、ベネズエラの話です。これはですね、こういうカラカス市というところがあるんですが、1平方メートル、本当にちっちゃいですよね。本当に家庭菜園。もうそれが市内のあちこちに4000箇所があるそうです。で、どこのお家からもですね、台所からすぐ歩いていけるところ。で、レタスだったら330個、キャベツが16キロ、まあ、年間取れるそうです。で、こういうことをですね、10万箇所、国中に作ろうという計画で、ベネズエラはやっています。そうすると、ね、少なくても野菜は自分たちで作れる。遠くから運んでもなくても済む。それだけではなくて、ベネズエラがなぜこれをやっているかというと、人々に自信を与える、自分たちでできるんだ、自分たちで自立できるんだ、これが国にとってとっても大事ということで一生懸命力を入れてやっています。もう一つの例はキューバです。キューバはですね、ソ連が崩壊した後、まあ、ソ連にいろいろ援助してもらってたので本当に困った状況になりました。平均して1人9キロ体重が落ちたそうです。そういう記録が残っています。で、これじゃいかんと。しかし待っててもね、外から入ってこないです。最近ね、アメリカとやっと国交が回復したぐらいですから、外が助けてくれません。なので、これまで消費者だった資金を生産者にする。しかも石油に頼らない。ソ連がね、ロシアがもう石油くれませんので。ということで、市内の面積の 12% を農地にして、
もう野菜は 100% の自立ということで、これもですね、国を挙げて、そして州を挙げてやっている例ですね。で、こういう話をすると、なんか途上国がやっているようなイメージですが、いやいやそうでもないんです。先進国でも都市農業広がっています。今、ロンドンの市民は 14% が一部であっても自分の食料を作っているそうです。日本でこの数字があるのかどうか、ちょっとまだ探しきれてないんですが、どれぐらいなんでしょうね。バンクーバーだと市民の、まあ、半分弱は一部であっても、まあ、自分の食べ物を作っている。シンガポールには、シンガポールってね、東京と同じように都市の国家ですよね。1万人の都市農民がいるそうです。国内で消費している鶏肉の5分の4、野菜の4分の1は、都市農民がシンガポールの都市の中で作っている。そしてアメリカでも、ファーマーズマーケットといってね、その農家が生産物を持ち寄って直接売る直売所みたいなものです。これが今すごく増えています。この作る力がこれからどうなのかという話をしました。で、最後に少しだけそのつなぐ力、なぜなら都市農業はこのつなぐ力というところにも非常に大きな可能性があると思うんですね。一つの流れは地産地消、まあ、直売場から CSA という動きがあります。直売場にアメリカのファーマーズマーケットもたくさんあって、まあ、日本でも直売場今非常に増えてますよね。道の駅とかあちこちで。レスター・ブラウンという私の先生が言っていました。ある社会学者の調査があってね、スーパーで買い物をしている人とファーマーズマーケット直売場で買い物をしている人の後ろについて社会学者がこっそりですよ調査をしたそうです。そこで分かったのは、直売場で買い物をしている人はスーパーで買い物をしている人の10倍会話をしていたということです。スーパーってほとんど喋る必要ないですもんね。だけどファーマーズマーケット直売場ってこれ何、どうやって作るの、ね、どうやって食べるの、そういう話しますよね。10倍会話があったとしたら、きっと10倍笑顔とか絆とか信頼とか、きっとそういうのにつながってるんだろうなと思います。そういう意味でもこの直売場って私はとっても大事だと思っているんですが、今アメリカを中心に CSA コミュニティサポーティブアグリカルチャー、コミュニティが支える農業というのが非常に広がっています。まあ、日本でも一部そういう動きがありますが、その農家と年間契約を最初にするんですね。1年分のお金を先に払います。農家は先にお金がもらえるので安心して投資をして農業ができる。で、1年分その毎週とかね、決められたもの、決められた量をですね、もらう。で、これはリスクは農家と消費者と一緒に分けます。なので、あまりに日照りがひどくて農作物が、ね、半分しかできなかった、そしたらお金返してくれじゃないんです。それはもうリスクですと。もらうものが半分でいいですと。まあ、そういう関係ですね。そういうコミュニティが支える農業というのが今非常に広がってきています。まあ、このあたりもですね、これからにとって、まあ、日本も広がっていくと思いますが、大事なことじゃないかなと。そしてこれはきっと都市に近い方が、消費者に近い方がやりやすい。都市農業の大きな可能性をここにも見ることができるんじゃないかなと思っています。アメリカではですね、この CSA をやっている農場が非常に増えている。まあ、日本でもね、そういう統計がそのうち取られるんではないかと思っています。ということで、駆け足でしたが、世界の農食、日本の状況、そして都市農業、そしてつなぐという意味での新しい可能性、お話をしてきました。この後、横浜の都市農業について丸山さんからお話を聞いて、それで皆さんと少し意見交換しようと思っています。私の話はここまでです。ありがとうございました。